はい皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 さあということで BMSG フェスもですね今日13本目の動画ですか BE:FIRSTZONE に、えー、入ってまいりましてですねもうほんと一曲一曲、まあ、表現力豊かも,もちろんなんですけどそこに余裕とですねなんかもうちょっと貫禄みたいなものすら。 ちょっとこう歩いてるだけとかね軽くステップ踏んでるだけでも何かもう何年も何年もやってきたグループかのようなですね堂々っぷりがすごく見れて私はまあいい意味でねもう驚いてしまってるわけなんですけれども今日はその続きでございます前回 B フリーから MoveOn という2曲を見させていただきまして今 MoveOn が終わったところでデュグッドディグッドで。 止まっておりますので今日はその続き行ってみたいと思います2時間38分51秒のところから行ってみましょう再生ポン次の曲一体何でしょうか一旦会場暗転してデュッドゥッ赤と青でこう分かれてライトがデビトレイヤルゲームですねデュッ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 デッデュッお客さんの大きな手拍子うーんりょうくん 君かもうかっこいいね。声から動き。痛いんだ。僕は今のな色に。レオ君いい、ね、本当声の響き。どんなふうに笑うのウォーベイベー、ためましたね、レオ君。誰かが言う普通いや、そうだ君。オーケー、その普通が作った女房さ。かっこいい。 あのあのまあ、シュンくんかっこいいね、いきなり高い音。かー、笑ってる。でもっと君の声を聞かせて、わかっこいい。もし僕らがこうか、裏から地声に帰ってくるまるとくん、きれい。あ,ジノ君あ、この手を取った、君をその対応は正解さ。あ高<っ>。な、待ってる、うやく君。 この胸の症状、わあ、響く声でね、響くさ。安定な、世界のない、そうじゃその今みよう、あいそうまい。あ、いやいやいやいだから、がたたね。だから、がたたね。はい、いやいやいや。もう、なんなんだ、本当、みんなのこの余裕感は。 アイだイがイアな、あイアやいイア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 イあまアこアイ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 アくんほっとアイアイアいアイアイなってイとめなきゃいアイいイアイアイアイリュアイイアイアイ りゅうえくんの表現力すごいな、ほんと。ねえ。さあ、マルトくん。あなりみすった。僕のこの感情は絶対さ。どこで息したの今、ものすごい息長い。この胸の。ええー、かっこいいそうだけど。この胸の。どこまでも、りゅうきくん。あせっかいな、ライス。うまいね。高尾とのすごい響き。あいそー。おう、かっこいい。

わあ、ントくん表現してますねただ歌うだけじゃなくてオーマナトくんたらかっこよすぎるでしょほんとにさあそしてお客さんの拍手があって会場安定にして拍手なくなったとこからシーンとしてますよ今トて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 トトスクリームきた w わら、think, t I d eat. さあ、から、白い煙がいっぱい出て、ドライアイスか。違う、スモークね。What ら、hear the scream, りょうくん。顔が残って、かっこいい。で、がら、がら、がら。百の違い、しゅんとくん。百の違い。ための並べはしない。I、know あの y かっこいいね、低音。まなとくん。正気じゃいられない。恥じらいの僕を取りかけた。声上げな。ありりょうくん。 見えてた未来をこしこす。すべて塗り替えてやっそろっけい。かっこいい。やんでゴリラ。よこいいね。お前が振り向いたところにも俺はいない。いい名してますよね。それだろえたしがるだろう。竜字の句。飲み込んでやるよ。お前のその期待も不安もかっこいい。なんだ今のフレーズの歌い方。さっそくん。まるでエリアンさ。ははは。 すごいね。そうめんしよう。人で殺せ、自信ない。クレメな。熱勢になんかさせない。かっこいい。変われるくらい。ジェロンん言葉はいらくない。リュウヘ君。心が感じてるないし。僕らは死なれるものなどない。共に行こう。 ヘルゲー聞こえて聞いたやじも笑うややや柔らかい表現力、リョウくん。しないぜシュントくん。トニルは、もい込んでるですけど、成熟からで行く、かっこいい。おばでハクト、おーそとくん喋ってる、しょうがない。ヘルバルカル、リョウくん。ヒドウ、これでボーアないとだからケーしから、このからステイジ、チーブステージ、ステージかーでいたエリアンス。 いや <laughs> あ<す>が <laughs> そんなこと歌の中でできちゃうのがすごいね。表現力素晴らしい。来世になんかさせない。ほらい。壊れるくらいは壊の。和の音かっこいいね、りょうく難しいよ、飛ぶの。マナト君ああ、君はそうだろう。誰かにジャージさせるな。喋ってるね。さあ、俊徳くん。 マさの声も決めるためのものへうめえー、なほんとにどうなっとんの俺タカタカスクリームすごい後ろもリズムだけ今度タゃあ、タタッ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 タだタッ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 タタタタタッタ 上でね、ふわーと、フェイク入ってます、ジュくん。君。われるくらいそうだくんもまた表現すごい。あー、りょうくん高音。えぇー、イェーと、ジュノン君。あれせいない、ほらへぇわ、かっこいい。壊れるくらいしゅんとくん。壊れるくらいはぁ ほんとにすごい。ああち,ちょっと余韻で今ええ、帰ってくるの大変ですねこのライブの映像の世界からね。いやーこれすごいなやっぱこの「スクリームという楽曲はその曲自体ね、まあ他の曲ももちろんかっこいいんですけどなんかこうデビューして1年1年半で。 立ってきてもう立った立,立ちましたか？<laughs> ちょっと細かいこと申し訳ない。ちゃんと分かってないですけど、あのー？今だからこの歌詞歌えると思うんですよ。最高が何なのか証明しようって。あの、それが証明できる人たちだから歌っててめちゃくちゃかっこいいんですよね。これそういう風に歌ってる人たちが全然かっこよくなかったらなんかちょっとね。恥ずかしい。歌詞に。 背伸びしちちゃってみたいななりがちなんですけどもうデビューしてこれねもうすぐ1年か。というところでこの歌詞の内容を7人それぞれが自信満々に歌えてしまうグループって今いろんなね同じ時代であってもボーイズグループと呼ばれる人たちもいっぱいいますそれから今までもずっと活動してきていろんなジャンルのアーティストもいますまあ単純に比べるものではもちろんないと思うんですけれども。 でも、こんなにそれぞれのやっぱりクオリティが高くてなおかつ楽曲もかっこいいでさらにそれをプラスして表現力だったりとか経験値を積んでこのデビューしてまだまだこうね、まあ、さっき、えー、ちょっと前にりょうきくんが MC でもう新人とは言わせないって言ってましたけどやってることはもう本当に十分長くやってきてる人たちと並んでも遜色ないぐらいに。 うん本当にかっこいいですもうちょっとかっこいいという言葉以上の言葉で今ね表現できてない自分がもどかしいぐらいでもともと楽曲はかっこいいのもあるんですけどジュノン君のそのね高い音の、まあ、声の響きも,もちろんですがそこからこうね降りてくる時にちょっと喋りながら歌うようなフレーズもありましたけどももうね譜面上は特にリズムなんて書いてないんじゃないかというぐらいなメロディーもしっかりたどってなおかつリズムも。 リズムがないようなメロディーなんですけどもしっかりこうグルーブ感を持ってね歌われてますのできっちりその歌い終わりの時にまたリズムに返ってくるとかそしてまあね竜兵くんのまあ声の低いところの響きの良さ、まあ、年齢は関係ないとスカイ− h さんは THEFIRST の中でももちろん言ってましたけれどもでもねこの年齢であの安定感落ち着きそして低音の響き出せるというのはなかなかいないと思いますよ。 でなおかつその途中でねふ <laughs> は <laughs>「フッ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 」とちょっと低音で響いて笑ってましたそして2番の方でリウア君が「ふははははってやってましたけれどもあんな風にね本当に表現しながらこうパフォーマンスするっいうのはとても難しくってだってただ普通にこうやって歌じゃなくてもじゃあちょっと一回ねまあ何て言うの猟奇的に言っていうのかな「猟気くんだからじゃないですよ」ちょっとこう <laughs> 狂った感じで「て笑ってください」って歌の中じゃなくても難しいと思うんですけどいざやってみようと思ったらそれがあのね歌の中に入ってきてもうあれをやったとまたすぐ次の歌に入っていかないといけないで涼きくんが一人「わはははって言ってる周りでもみんな,なんかこうねそれに合わせてこうパフォーマンスしたらいいっていう。 いやもうそれぞれのポテンシャルもすごいし表現力もすごいんだけれどもそういう人たちが7人集まってなおかつフォーメーションを組んでいたりとかこうなんか踊りながらいろんなこうね映像というか展開を見せてくれるっていや本当にすごいですよ結局すごいになっちゃいますけどいやこれ「スクリーム」は今ねえ初めてこの BMSG でもちろんね私全部初見で見てますけど。 パフォーマンスを見ていやーちょっとびっくりです、ね、圧巻ですすね圧巻よ本当にうーん、まあ、ビトレアルゲームもね、えー、たくさん今までも見させていただいてますけどやっぱそれぞれのやっぱねお繰り返しになりますけど表現力の豊かさいやー本当ににんか「うわすごいうわすごいうわすごい!」って言ってる間に終わっちゃうみたいな。 いやちょっとね、私はまあもちろん b e f スのねアルバム B1 も購入しましたし、えー、いろんな音源もね持ってるんですけど移動中とかにねこうなかなかこう聴いて移動するってことが今まで、まあ、あんまりなかったんですけどこれ改めて今ますクリーム聴いた時にちょっと B1 はやっぱりぐる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 何回もこう繰り返し聴いてこうやってね 歌レポをさせていただくのにこう見てる時にももう勝手に歌詞がこう言葉をついて出てくるぐらいのところまでやっぱちょっと聞き込みたいなというふうに改めて思いましたね。かっこいいこれカラオケで一人で歌うのは本当大変だと思うんですけどでも逆に言うとすすごいいい楽しいと思いますそれぞれの声のね7人の声の質を少しずつこう特徴を捉えたりなんかしてうんやったら面白いかなそ太君のラップとかも本当にかっこいいですしね。 私はラッパでできないですけどそのただただリズムに言葉がうまく乗っかってるっていうことはもう楽勝でクリアでその表現力言葉の言い回しだったり表情それから動きも含めてもう見事なエンターテイナーに7人ともなってると思いますしうーんこれまだねこれ過程ですから途中というかねうんなんか私はまあそんなね えー、海外の音楽事情詳しいわけじゃないですけど今のスクリーンなんか見てたら多分言葉がね分からない国に行ってもこっちが言ってることがねでもこのパフォーマンスと歌声があったら。 おーってなりますよだって私たちが洋楽を聴く時だってそんなにいい意味をじゃあ聞き込んで聞いてるかっつったらそういう感じじゃないですもんねノリであったりとかその歌い回しそして歌声の響きの良さとかそういうところでやっぱ気に入っていくわけですからいやーこれ BE:FIRST は本当に近い段階で結構すごいとこ行ってしまうんじゃないかなっていう気さえする。 えー、私が別にこうね立ち上げに関わったわけでは全くないですけどもちろんスカイハイさんが立ち上げてやり始めたことですけどポッと海外のねなんかアーティストと一緒に対バンというかね同じライブ出ましょうよとかなっても自信満々によくし分かりましたって b ファー r s の7人は今もいけるんじゃないかなというぐらい、えー、余裕感いい意味でねそして経験値から来る安定感見ていて本当に気持ちがいい映像だったと思います。 素晴らしい。はいということでですね、えー、今回もこの2局でねまだまだ続き一気に見たいところですけど止めさせていただきましたので続きはまた明日以降ということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。